生命科学研究科、統合生命科学専攻、神経発生学分野の見学美子です。私たち人を含む動物の行動は、脳によってコントロールされています。脳は、私たちの感覚や思考、運動など、意識下の活動をコントロールするだけでなく、体温調節や睡眠、呼吸など、さまざまな無意識の活動も制御していることはご存知と思います。脳は、 ニューロンまたは神経細胞と呼ばれる細胞を機能単位としています各々の,のニューロンは多くの枝を伸ばして他のニューロンと結合し複雑なネットワークを形成しています人の脳には数十から数百億個のニューロンが存在しスーパーコンピューターにも例えられる膨大な演算をこなしますこちらは脳から取り出して培養したニューロンの顕微鏡写真ですニューロンには 軸索と樹上突起という2種の突起があり樹上突起で入力を受け軸索で出力します樹上突起は木の枝のように枝分かれしていてたくさんのニューロンの軸索と連絡して情報を集めます集めた情報が細胞体で統合されると軸索に送られ次のニューロンの樹上突起にその情報が伝えられます脳の中でニューロンは突起を介して他のニューロンと連結しています 小さな脳の空間の中で精緻なネットワークを折りたたんで形成するためにニューロンは秩序正しく配列して決まったパターンで突起を伸ばし折り物のような精緻な構造を作り上げますニューロンが秩序正しく層を形成した構造を皮質と呼びます脳皮質形成過程は大きく4つのステップに分けられますまず神経幹細胞からさまざまな種類のニューロンや ニューロンを支持するグリア細胞が誕生します誕生したニューロンは脳組織を移動して特定の層まで移動しますそうして配列したニューロンはそれぞれ固有の向きとパターンで突起を形成し特異的な相手と結合してネットワークを形成します私たちはこの必須形成過程のニューロンの移動と突起形成のダイナミクスを追いかけています これはプルキン A 細胞という小脳にあるニューロンですこのニューロンは脳の中でも特に緻密で大きく発達した樹状突起を形成し小脳にある別の種類のニューロン数万個から入力を受けていますびっしりと枝分かれした樹状突起が孔雀の羽のように平板に展開していますがよく見ると一つ一つの枝はギリギリの距離を取って重なり合わずに空間を埋めていることが分かります分岐が重ならないために 一つ一つが別のニューロンの入力を受けることができ数万個のニューロンと効率よく、競合し合わずに結合することができるのですこのような複雑で美しい形がどのように獲得されるのかを私たちは研究していますこれはマウスの赤ちゃんですこの時期のマウスの脳の中でニューロンは皮質に配列して盛んに突起を伸ばしネットワークを形成し始めています その様子を観察して解析したいのですが、外から見ることはできません。脳そのものは不透明な組織で、その内側で起こる細胞の発生を観察することは容易ではありません。最近では、顕微鏡技術が飛躍的に進んで、数百マイクロメートルの深さまで生きたままの脳の観察ができるようになりましたが、それ以上深い場所での観察はまだ難しく、 また射程距離内でも突起一つ一つのダイナミックな動きを長時間追跡することにはまだ限界がありますしかし工夫次第できた細胞の動きを詳細に観察することができます例えば回路の構造を極力壊さないように脳の一部を取り出しあるいは一度バラバラにしたニューロンをバイオ皿上でもう一度ネットワークを作らせて細胞の様子を鮮明な画像で解析することができます これらの顕微鏡は、生きた組織や細胞を観察するためのものです。細胞の活動に必要な栄養分、温度、酸素などを与えながら、生きたままの細胞の様子を観察しています。この動画は、先ほどのプルキン細胞を培養し、成長していく様子を、この顕微鏡で1週間観察した動画です。ニューロンが徐々に樹状突起を伸ばしていく様子がわかります。画像をよく解析すると、 突起が伸びていく過程で、隣の枝から伸びた突起と衝突する現象がしばしば見られますこの時、突起は互いを乗り越えていくのではなく、どちらかの突起が縮んで、一方に道を譲ることが分かりました接触により突起が退縮するメカニズムを探した結果、PKD というシグナル分子が関わっており、その分子活性を落とすと、突起はぶつかっても引っ込まなくなりました このとき、出来上がる樹状突起の形も変わります正常な細胞では突起が重なり合わずに広がりますが分子活性を落とした細胞では突起が重なり合って混戦したパターンになりますつまり、ニューロンは発生の過程で突起同士が対話によって互いに重複しないように分布しそれぞれのパートナーとなるニューロンと効率よくつながる仕組みがあるということがわかります 脳が必須形成する過程でニューロンが相乗に積み上がるときニューロンは移動します従来は固定した標本で見られる個々のニューロンの形態写真を並べてこのように移動すると考えるのが整合性が高いといわば想像に頼った仮説が提唱されていました私たちは小脳という組織の一部を取り出してニューロンが移動する様子を観察することに成功し ニューロンの移動のダイナミクスを直接証明しました顕微鏡で観察するためにニューロンには緑色蛍光タンパク質 GFP と呼ばれる分子を導入していますこの GFP をさまざまなタンパク質分子と結合させた人工分子を作成しニューロンに導入することで細胞内小器官や特定のタンパク質分子が移動するニューロンの中でどのように振る舞うかを解析することができます このような方法を使って私たちは脳がネットワークを形成するまでのダイナミックなニューロンの動きや突起形成の動態を明らかにしそのメカニズムに迫りたいと考えています。